みなさん、こんにちは。武田学校講師の武田恒泰です。それでは授業を始めます。はい、G. H. Q. が、えー、まあ、日本を占領統治。することになるわけなんですけれども。まあ、正確に言うと、まあ、連合国。が、日本を占領します。で、この連合国というのは。 アメリカ単独ではありませんで一応まあソ連とかですねイギリスとか、えー、まあ中華人民共和国も後々そこ連合国という形になりますけれども、えー、まあ何カ国かでもって日本を占領統治するんですがまあ実際には米軍が日本列島はまあ抑えますので、えー、米軍が主導して日本を占領統治するということになりましたまあ良かったですねこれ米軍がおもあのアメリカ側が主となってですね日本を占領統治するということにな あっったたのでったで良かすけども、これ本当にもうソ連とか中国とかとですねみんなあの同等みたいな感じで日本を占領するってことになったらまたちょっと違う形になったと思います。で今日はですね GHQ の占領政策これを見ていきたいと思います。でこの占領期間なんですけどもえー、っとですねうーんここですね6年8ヶ月。 えー、まあ短くはないですねな結構長いと思いますね6年8ヶ月はいで、まあ、6年8ヶ月がどのぐらいかと言いますと、えー、おぎゃあと生まれた赤ちゃんが小学校に上がるまでですからね結構結構ありますよ6年8ヶ月ですね、えー、だからあの、えー、そうだな、えー、中学高校合わせても6年ですからね ですから小学校6年から大学までですよ <laughs> 結構なもんですね6年8ヶ月、えー、まあそれれだけ長いいい間日本はは占領されてまました、はいまあその時にですねまああのどういう占領政策が行われてきたかということなんですけどちょっと占領政策の前にですね、えー、まあ真カーサ朝元帥が日本に降り立つまでにあと一波乱二波乱ぐらいあるんですね、えー、それをちょっと眺めていきたいと思いますあの <laughs> えっとまあ、あのこれをちょっと前の部分はですねもうすでにやったと思うんですけども、えー、在京の皇族男子がですねあの戦地に飛んで、えー、昭和天皇の思いをね、えー、終戦のご清算の意味合いをですね伝えて回ったという話はしたと思います。 でまあ、そこで満州にいた関東軍それから朝鮮にいた朝鮮総軍それから南方方面軍とかシナ派遣軍とかですね、まあ、あの戦地で実際に敵と戦っている将兵たちになぜ今ポツダム宣言を受諾したのかという昭和天皇の思いをですね皇族方が直接、えー、伝えました、えー、ただ問題はですねまだこの後に及んでもまだ、えー、戦おうとしている人たちがいるわけですね えー、でそこでこの8月22日にですねまた在京の皇族男子が昭和天皇に、えー、召されまして、えー「君たちには申し訳ないけども福岡と広島にも行ってくれと」と国内でもまだ特攻訓練を繰り返している部隊があったんですね。その一つが福岡の第六航空軍もう一つが治名これ広島ですけども治名の陸軍船舶司令部はいこの陸軍船舶司令部は特攻訓練を繰り返してたんですね。えー だからあの船とかあと潜水艦にですね爆弾を積んであの特攻するというね回転とか、まあ、そういうですね、えー、船でもって特攻するということをずっとこ訓練を繰り返していたわけなんです。えー、ですからまあ8月のですね、まあ、15日に玉音放送があり、まあ、815事件もですね鎮圧され。 えー、でまああの、えー、外地の部隊も武装解除を始めでも国内でまだ、えー、これから米軍が来るんだろうと俺たちは特攻するんだというですねそういう部隊がまだあるわけですねでまあ皆様方が、えー、こういうところに行ってですね武装解除をさせてくるわけなんですで一番最後はここですね8月24日、えー、この時はですね 昭和天皇の弟にあたります高松宮殿下が、えー、この厚木基地に行きます。えー、といいますのは厚木基地に本拠を構えていた相模原航空隊がですねここもまた 特攻訓練を繰り返しているわけですよ。まもなく進駐軍が来るんですよ。マカサされが来るんですよ。えー、それを、ね、全部撃ち落としてやるというね、本、ま、当、あね、最後の最後まで武装解除を拒んでいたところですね。えー、そこにまあ高松宮殿下がおっしゃったわけです。この相模原航空隊はこれ海軍ですので、で高松宮殿下はもう海軍の、ね、軍令部の、えー、参謀でしたので、えー、しかも天皇陛下、当時の天皇陛下、昭和天皇の弟宮ですから、その方がいらっしゃってですね、 えー、武装解除を命ずるというでまあ皆様から説明されて分かりましたということでじゃあ武装解除しますって言って武装解除したんでいやこれほんと幸いだったんですねこの翌日8月25日には米軍が偵察機を飛ばしてますで具体的にはもう東京上空を飛んでるんですよねで相模原航空隊はもう日々もう近いですからね東京 <laughs> 特攻訓練してるんでいやーもうこれ武装解除があと1日2日遅ければですね8月25日日本軍と米軍がですね東京上空で戦闘状態に入った可能性があるわけですよいやーこれ危なかったですねはいまそれでこれを経てですねマカサ原水がまあ日本に乗り込んでくるわけですけどまあ先遣隊が入りでまあ何機かに分かれてですね あの厚木飛行場にですね降り立つ、まあ、有名ですよね、えー、マッカーサー元水がサングラスをかけてパイプをくゆらせながらですね、まあ、腰に手を当てたりなんかしてですね、えー、こうあの階段、えー、タラップを降りてくるというね、えー、有名なシーンがありますよね。えー、で、えー、米軍はですね、まあ、相当抵抗があるだろうとなんだかんだ言いながら。 そねうりゃーみたいな感じで誰かが走ってきて撃つとかですね散々あるだろうと思ってたらしいんですねところが実際降り立ってみると一発の銃弾の暴発もないわけですよあら何も起きないというねこれがまずマッカーサー原水の日本に降り立った最初の感想ですよねそれなりの抵抗があると思ったけど何も起きないというですね えまあこれが実現できたのがやっぱ、あのー、まあ昭和天皇がその気持ちをですね、えー、重臣たちに直接お話になった。 陸軍、海軍もね手を取り合って一緒になって、なんとかこの終戦に向けてね、えー、終戦を実現させてほしいと、えー、昭和天皇のお葉があってですね、えー、まああの各大臣、それから参謀本部、軍令部総長、ですねあ軍令部それが一丸となって昭和天皇の思いを実現しようとしてですね努力をしたわけなんですそして内閣総理大臣は東国宮ですよね。はい えー、皇族が主犯する内閣が発足しました、えー、また、あ、それでも、ねあのー、冗談じゃないと最後まで戦うんだというね舞台もあったわけですけども、えー、何回かに分けてお話ししたように、えー、今度は皇族方が戦地に行き まあこういう舞台に行きその昭和天皇のお気持ちを、えー、伝えていったそれでもう最後まで戦う覚悟だった人たちが「分かりました」ということで武器を置いたわけなんですね、えー、そして迎えた真鍮の日幕下元帥降り立った時にですね何も起きなかったというですねまあこれはあの私はあのよくまあ昭和の無血会場と言われるんですけれども、まあ、無血会場といえば有名なのは幕末ですよね、えー、江戸城総攻撃というね えこととが起きようとするわけなんで,す、ね、でまあ、あのー、勝海舟と西郷隆盛が、まあ、薩摩藩邸でね、えーまあ、会談をしたとこれによって無血開城が決まったというのは有名な話ですよね。で残党幕府残党もですねあの江戸城にこもって籠城、まあ、作戦を展開すればそれ,それなりに戦えたはずなんですね。と言いますのは、まあ、とにかく大阪城と江戸城といえば。 天下二代名あの天下なんて言うのかな難攻不落の二代城と言ってもいいかもしれませんまあとにかく攻めにくい、ねえー、だって大阪城だってね夏の陣とか結構大変だったでしょもう兵糧攻めにしなきゃいけないもう何ヶ月もかけて最後はもう兵糧攻めですよまともに攻めたらこれねそう簡単に落とせるもんじゃないんですねえー だから、まあ、幕府の残党もですねそれ籠城すればそれなりの戦いができたでしょう。えでも西郷隆盛と勝海舟との話し合いでですね、えー、無血開城ですね。 えー、もう260年以上ですね続いた江戸幕府が最後終了する時にですねまあ確かに戊辰戦争とかはありましたよ新選組とか最後までね会津攻めもありましたし五稜郭の戦いが終わるまでありましたけども江戸城は無血開城されたというですね、まあ、これはあの本当に、えー、日本の歴史のですね非常に稀有な ところだと思うんですけども、この昭和も昭和の無血開城と言えるに言えるようなことがですね、起きたわけなんです。まあそれには昭和天皇のお気持ち、重臣たち、それから皇族方ですね、いろんな人のこの努力の賜物で、本当に一発の銃弾の暴発もないというまあ、そういうですね、一紙乱れぬ占領が行われたわけなんです。 はいえー、そしてこの GHQ はですね、まあ、いくつか重大なあの占領政策を実行するんですけども、まあ、基本的には占領政策の根拠となるのはポツダム宣言でしたね、えー、ポツダム宣言で、まあ、これ構造としましては、えー、連合国は日本に対してこの、まあ、課題を与えるわけなんですね。えー、民主主義的傾向を復活ささせなさいとかね、えー、まあ まあいくつか書いてあって、まあ、軍は解体しなさいとかね戦争犯罪人は裁きなさいとかね、まあ、いくつかあるわけですけども、まあ、この項目を全部クリアしたら占領解除しますよっていうふうに言ってるわけなんですね。でこれ何もですねあの、まあ、日本が最後戦争の結果もう足腰が立たなくなるまで叩き潰されたわけではないんですね。日本はままだ戦う力もありました。ええ でも昭和天皇のおぼしめしによってもうここで講和をしようと終戦をしてから講和をしようということになって、えー、それでポツダム宣言を受諾したんですねポツダム宣言というのは停戦条約になります、えー、まだ講和まで行ってません一旦停戦しようとそしてあの占領を受けますとそして占領が始まりましたらばまあ、間もなくですね、えーえー、講和条約が結ばれる。 えー、そして日本は国際社会に復帰していくいそこまでの間に6年8ヶ月要するわけなんですけども、まあ、最終的にはサンフランシスコ講和条約によってですね、えー、戦争が名実ともに終結することに、えー、終結した上でこで講和をです、ね、結ぶという、ね、ところまで行くわけなんです。えー、でまあ,あの占領をするけれども日本がね、えーえー、課題を解決したら。 えー、それでもって占領を解除しますよということでした、はい、でよくねこれあのポツダム宣言って無条件降伏というふうふによ、ね、よく言われますよね日本は、えー、無,無条件降伏をしましたっていう言い方ありますけどこれは間違いです、えー、ポツダム宣言を読んだことのある人はですね、えー、それが間違いだということを知ってますなぜならばあのこう書いてあるんですね、えー、連合国の条件は次のご年しって書いてあるわけですよ <laughs> 条件書いてあるじゃないかって話ですね。はい、で、えー、連合国の側と日本の側とそれぞれ権利義務が書かれてましてだからまずはい占領されますよと、はい、それ認めなさいとでいくつか課題があってこれを解除したら連合国は、えー、占領解除しますよ、まあ、そんなふうにお互い権利義務を書いてるわけで決して私たちはですね無条件で降伏したわけではありません。えー えー、いや何のためにねまあ,前,あの前回まででねポツダム宣言の話もちょこちょこ出てきてましたけどもポツダム宣言を受諾した趣旨は何だったかということですよね何も私たちはですねポツダム宣言を受諾したことによって国家を明け渡した事実はないわけなんですむしろ逆日本国を守るために国家を存続させるためにポツダム宣言を受諾したんですよね はい、負けました。うちらも完膚なきまでに叩き潰されちゃいました。もうどうぞお好きにっていう。そんなこと、一言も言ってないですよ。無条件、幸福なんかしてませんよ。条件、幸福です。はい、幸福じゃないな。停戦です。停戦をする上で条件をつけたわけですよ。はい。 えー、じゃあね無条件降伏ってどこから来てるのって話なんですけどもポツダム宣言をよく読んでみると一箇所それが書いてありますそれはこう書いてあるんですね日本軍は無条件で降伏し武装解除するって書いてあるんですねえ日本軍ですよ日本国の無条件降伏と日本軍の無条件降伏全然違いますよねはい、えー 国家としては条件をつけてですね停戦、えー、をしたわけですね、えーで。そのうちの条件の1つが軍は無条件であの武装解除しなさいよということですね。そうなんです、うん、無条件で降伏したのは日本軍です。いいですか国家としては無条件で、ねえー、国分け渡したんじゃないんですよ。 むしろ国家を存続させるために、えー、しっかり条件をつけた上でポツダム宣言に臨んだわけです。ポツダム宣言を受諾するというのはそういうことですね。ですからよく言われる無条件降伏というのは嘘、嘘です。はい。えー、そしてですね、えー、まあ、いくつか課題があるわけなんですけども、えー、まあ、ちょっと書ききれないんですが要素をちゃ,ちゃちゃっとまとめるとまあこんな感じですよね、えー。まずは財閥が解体されました。 三菱とか住友とかねそういう安田とかね、まあ、そういうあのまあ あの財閥、まあ、企業グループがありますけどもまあそれはもう国家総動員法でですね日本の、まあ、日本人がそして日本の企業が一体となって戦争遂行してましたからそれはもうほら有名な零戦を作ったんだって三菱ですからね、えー、それ以外にいろんな重工業とかが船を作ったりとかしてるわけですからやっぱりそういうね、えー、まあ日本の兵器にアメリカ軍は相当苦しみました。 零、えー、戦も相当性能が良かったですしいま、えー、だに世界最大の戦艦は戦艦ヤマトですからねはいなのでこういうですね、えー、兵器を作り出したその財閥というものを解体していきます、えー、それから農地改革ですね大体、あのーえーえー、かつてはもう地主さんが広大な土地を持っていてで小作人にですね、えーまあ、土地を貸してたわけですね そして地代を通ってをったわけなんです。でこういうのはもう封建的なものはダメということでカ、まあ、母さんの指令によってですね、えー、大地主はあの募集、まあ、事実上の募集です、まあ、安い価格でですね、えー、買,い取れ買い取られてしまいましてそして実際にあのそこで耕したりとかしている小作人に「はいあんたの土地あんたの土地」ってだから大地主から土地を取り上げてみんなにこの土地を振り分けちゃったんですね。まあ これによってですね、ちょっと農業まあ、農地改革が行われて、農業改革が行われたわけなんですけれども、えー、だからこそもうあの所有権がもう小さく分かれちゃったので、大規模農園が日本はできなくなってしまったんですね。アメリカなんてもうものすごい広い農園で。 もうあの農薬まくのもスなきで <laughs> 農薬まいたりとかしてるぐらいですからまあとにかく大規模農園ということがまあちょっと地形の違いとかもありますけどねアメリカはそういうふうになってますけど日本はこの時にもう細かく土地を分けちゃいましたからねえーえーまあとそれからこの軍の解体ですよそれから労働改革ですえこれはもう労働基準法を作りえあと何 <laughs> いろんな労働者の権利とかを定めてもちろん日本国憲法もあるんですけどもね、はい、そして労働運動がですねできるようになって組合が作られたりとかまあこういうことですよねあとそれからこれ大きかったのはこ,、まあ、これまでですね国家がまあ神社を 監督するという形になってましたけども、まあ日本国憲法にもですね、えー、政教分離が書かれまして、この神社界と国家との関係が完全に断ち切られるんですね、えー。例えば伊勢の神宮にしたって、靖国神社にしたって、あれ国営だったわけですよ。で、関連さんたちもま公務員、準公務員だったわけですね。まあそういうのがもう全部。 あのあの解体解体というか切り離されてしまったわけなんですねあそして東京裁判まあ東京裁判はですね次回以降かなり詳しくやりますけどもまあとにかくあの戦争犯罪人を処罰するということね、まあ、これもポツダム宣言に書かれてましたので、まあ、これが実行されていきます。 えー、そしてこの、ね、GHQ のやったあその改革の中でですねやっぱりこのう占領が解除された後も数十年にわたってボディーブローのようにずーっと響いてきたものがあるんですけどもそれがこ、ね、言論統制なんですね。 まあこれは WGIP と書きましたけれども「w a ーギ g u i l フ Information Program」という、ねえー、計画がありましてこれの実行計画としてです、ね、言論統制が行われるんですね。w a ーギ g u i l フ Information Program というのは、えー、この <laughs> 日本人が戦争を始めたことに対して罪の意識を植え付けるというそういう洗脳計画なんですね。 えー、まあなんでこういうふうに、えー、これをやろうかということになったかと言いますと、えー、まああの、えー、実際に日本軍と戦ってみてアメリカ人は相当苦労したわけですよえー、だからまあもう二度とね、えー、日本人とは戦いたくないという思いがあったわけですねそこでまあまあ財閥を解体したりね、えー、軍を解体したりとかそれだけじゃまだちょっと日本はあの 安全派にならならいいというねだから解体するのはねもう財閥とか軍だけじゃなくて精神的武装解除ここまで持ってかなきゃダメだと、まあ、日本人は戦争を嫌いにし日本人に戦う気力をこう持たせないようにふぬけにするというねもう精神的にふぬけにするこれがウォーギルト・インフォメーション・プログラムなんですねはい、まあ、これがどんなものかはですねまた追ってお話ししていこうと思います、まあ、こういういですねあ占領計画が だーっと進められ、まあ、これだけじゃないんですけども、えー、これによってまあそうですね戦争に負けたことの歪みというのが日本社会にまだまだ残ってますけども、えーえー、まあまあここにちょっとまあ書いてないです憲法改正もあります、えー、皇族の縮小とかね皇室改革とかもあるんですけどもねあらゆる分野でもうどんどん改革が進められていくというね、えー、この6年8か月に日本は 大転換をしていくことになります。まあ、今から振り返ってみれば、あこれは良かったなと思えることもあれば、なんてことをしてくれたんだとえいう風に思えることもあります。まあ、戦争してまあ、よくね。この ghq のことを悪く言う人多いんですけども、もいや負けたらこうなるっしょ。別に普通なんですよ。こうなりたくなかったら勝てば良かったわけだから。 そうですよねだからねあんまりね GHQ を批判してこの占領政策をもう相当悪く言う人いるんですけども私はそういう論調って格好悪いなぁと思うんですねだって日本は勝つつもりで戦争を始めたんだからえ負けたらこうなりますわ国家が残っただけねまと、あ、良かったと思わないとえいや大体戦争に負けたら歴史は否定されねそして民族の誇りは踏みにじられ、まあ、普通国家ごと解体されますよ、まあ、かつてなんてまあ この頃はですねそんなことないですけどもっと前だったら戦争して負けたら国民全員奴隷になるんですよ。これ世界の常識ですからね、えー、ですから日本は勝つつもりで戦争を始めたわけだからそれは負けたらですね国家滅びますよ日本国民全員奴隷になるというねそういうもんですから、まあ、この程度で済んだんだったらえー、まだ傷は浅かったといやでも深いんですけどね <laughs> でも本当に国民全員がですね奴隷になるっていうのが。 これも人類の歴史の常ですからね。えー、ですから、あんまり恨み節で言う人いますけど、かっこ悪いです。負けたんだから、しゃあないじゃんっていう話ですよね。世の中うな価値は良かったわけですから。はい、ということです。今日はここまでです。はい、皆さん、チャンネル登録をお願いいたします。ね、もうすぐ、何万人、五十万人、もうすぐ。はい。ポチッと、よろしくお願いいたします。